理論物理学では、六次元超と形バリ論は、超と形バリ論の分類により存在が予言されている場の理論である。作用反関数の項として理論が記述できていないので、未だよく理解されていない。この理論の固有の難しさにもかかわらず、物理学と数学の双方から様々な理由で興味が持たれている対象と考えられている。理論は、 場の量子論の一般的性質の研究にとって重要であることが証明されている。実際、この理論は有効上理論への数学的興味を多く呼び起こし、これらの理論に関連する新しい相追性を指摘する。例えば、ルイス・アルダイ、ダビデ・ガヨット、立川雄二は、この理論を局面へコンパクト化することにより、四次元の場の量子論を得て、この理論の物理と、 局面自身に付帯するある物理的概念に関係づける相対性が存在することを示した。この相対性は AGT 対応として知られている。さらに詳しくは、理論家たちはこのアイデアを拡張し、三次元へコンパクト化すると得られる理論を研究している。この場の量子論への応用に加え、低理論は純粋数学での多くの重要な結果をもたらしている。例えば、 ヒクリロンの存在は、ウィッテンにより幾何学的、ラングランズ対応と呼ばれる数学の関係性の予想を物理学的に説明することに使われた。その仕事の結果、ウィッテンは、ヒクリロンがコバノフホモロジーと呼ばれる数学の概念とも近いことを示すことにも使った。ミハイル・コバノフにより2000年頃に開発されたコバノフホモロジーは、 結び目の異なった形を研究し分類する数学の一分野である結び目理論へツールを提供した。数学への引く理論の他の応用では、旅ガイオット・グレゴリー・ムーは、アンドリュー・ナイツケの仕事があり、そこでは、物理的アイデアが、長期ラー期科学における新しい結果を導いている。ありがとうございます。